VP8 は Google に買収されたオンにテクノロジー社が開発したビデオコーデックの一つである。2010年5月19日 Google i.O にて BSD ライセンススタイルの特許多用を図った修正ライセンスでオープンソースソフトウェアとなることが発表され、その後メイトラスカベースの独自フォーマット Webem と共にオープンソース化された。このライセンスは GPL との互換性の問題が指摘されていたが、その後のライセンス変更によって特許条項を削除したために問題は解消している。開発においては主婦 ORG が協力している。Google は YouTube においてすべての動画を w e b m に変換すると表明した。また、ブラウザを開発するモジラは Firefox を w e b m に対応させ、Opera もまた同様の対応をとった。 アドビは将来アドビフラッシュプレイヤーで VP8 コーデックを再生できるようにするという計画を2010年に出したが、結局、その後も対応させることはなかった。同等の品質を持つ H264 が広く普及したこと、また Google も後継の VP9 に移行しているため、2017年現在、VP8 で新たにエンコードする利点は少ない。 Google は VP8 の技術を利用した静止画フォーマット WebP も開発している。オープンソース化された初日に X264 の開発者の一人、ジェイソン・ギャレット・グレーザーは自身のブログにおいて VP8 の技術的評価とともに特許競争への懸念を記しており、またその翌日 h 六十四関連の特許を管理するライセンス管理会社 MPEGLA が VP8 に関して、パテントプールを作成しライセンス料の徴収を考えている、胸の発言をした。2011年2月10日から3月18日に、MPEGLA は必須特許の募集を行った。2013年3月7日に特許問題に関して、Google が MPEGLA に参加する11社が保有する特許についてライセンスを結ぶことで合意したと発表され、 今後は Google が利用者に対して W3C のロイヤリティフリーにライセンスとしてライセンスを無償で供与することとなり訴訟リスクについて一区切りつくことになった。2013年3月21日に MPEGLA に加入していないノキアが VP8 の特許侵害を申し立てた。2013年8月5日、ドイツの裁判所は VP8 が ノキアの特許を侵害していないという判断を下した。エンコーダの品質調整のためのパラメータが多数ある。以下は、リブベピークス付属のベペンクのパラメータ。フメペグなどを使う際は違うパラメータを利用する必要がある。ハードウェアでエンコードデコードするための VHDL 及び、ベラローグで書かれたソースコードが公開されている。プロセスルール十五ナノメートルで千八十 p の 動画デコードが 25mW、720p の動画エンコードが 80mW で行える。ハードウェアエンコーダは以下のソックなどで採用されている。ハードウェアデコーダは以下のソックなどで採用されている。コマンドラインツールおよびサンプルコードのフォーマットとして Webem に加えて Webem とは関係のないシンプルな構造の独自フォーマット IVF が使われている。これは インデオビデオフォーマットとも別物である。IVF ファイルは、ヘッダの先頭に4バイトのシグネチャダキフを持つ。数値は、リトルエンディアンを採用している。ヘッダは次の通り。リブベピックス、チェインジェラグアットマスターウェブンプロジェクト、リブベピックス、ハットグーグルが、オンギの買収を完了。FSF が、VP8 フリー化を求める所簡を発表。イントロデューシングウェブム。 アンオープンウェブメディアプロジェクトハットリ、VLC、カミッツコミット、カントリブ、サポートフォーヴィピックスウィズハックスハットフメペック、デボルパッチ VP8 で、エンコードビアリブベピックス、ハットチェンジズツーザウェベム、オープンソースライセンスハットシュフ、ORG ア,アンウンセス、サポートフォーウェベム、オープンメディアプロジェクトハットエビファイアフォックス、YouTube& ウェベム、 ハットフラッシュプレイヤーウィルサポート VP8 サポーテッドコデックスフラッシュプレイヤーハットグーグルウェブ高速化を目指し新画像フォーマットウェブ P を発表 IT メディアハットザファーストインデプステクニカルアナリシスオブ VP8 グーグル S ロイヤリティフリーウェブ M ビデオメイノット BE ロイヤリティフリーフォーロングハット M ペグ LA ウェブ M の基盤技術 VP8 の特許を募集 IT メディア、ハットグーグルと MPEGLA、VP8 で和解パテントプール形成は終了。IT メディアニュース、ノキア、グーグルのビデオコーデック VP8 の特許、侵害容疑リストを提示。スラッシュドットジャパン。2013年4月30日閲覧。ザ・ウェベム、オープンメディアプロジェクトブログ、グッドニュースフロムジャーマニー。 ハットザ・ウェブムプロジェクト VP8 エンコードパラメーター、ガイドハットウェブムビデオハードウェア RTLS ありがとうございます